札幌占い美容師さん山内のことです。美容師ぶった切りますっていう企画ですけれども、これをやることによって僕は多分美容師さんからすげえ嫌われるんだろうなと、まあこういう企画をね今回ちょっとやっていこうと思うんですけれども、美容室じゃなくて一般の人向けにですね、美容室の裏側をちょっと配信していきたいなと。あなたの美容室大丈夫ですかみたいな感じでですね、もう美容師さんに嫌われるような内容かもしれません。で、美容師さんあんま見ないでくださいね。メンズの宿毛矯正とかって困ってる方結構多いんですね最近で。メンズの宿毛矯正をかけたいけど針金見たくなっちゃうと本当かっこ悪いですよね。もうそれこそ絶対モテないと思うんですね。メンズの宿毛矯正のポイントみたいな感じをお客さんとして言ってね、ポイントはこの見極めた方がいいよって。美容室ってホットペッパーのサイトを見て、まあ皆さんこう検索していかれると思うんですけど、ホットペッパーのね書くこの内容って皆さんまあいいこと書いてるんですよ。カットうまいとか、パーマナチュラルなパーマかけれるよとかですね、まあメンズ宿毛矯正上手ですよとか、結構ですねメンズの宿毛矯正って結構実は難しいと。で、一般の方分かんないと思うんで、なんで難しいのかっていうと、難しいのにはちょっとポイントがあるんですね。美容室の薬剤って実はいろいろあるんですね。で、名前を言ってもちょっと皆さん分かんないと思うので、いろんなパーマ液があります。で、そのパーマ液によって、結構かかりが変わったり、あとアイロンのやり方によって、かかりが変わったりとかするんです。で、大きく分けると薬で伸ばす宿毛矯正と技術で伸ばす宿毛矯正っていうのがあるんですね。で、薬で伸ばす宿毛矯正って何かというと、薬のパワーである程度も髪の毛を柔らかくしてしまいます。で、それにアイロンを入れてやっていくので、まあ結構アシスタントの子とか新人の子がやっても伸びるんですね。ただそういう薬の場合のポイントが実は注意しないとダメなところがあって、この円の状態にこう髪の毛があったとしますよね。これが楕円になっちゃうんですよね。こういう風に楕円形になっちゃうんです、宿毛矯正かけると。ただまあうちはまあこういう風にね円でかけるような宿毛矯正をやってるんで、どっちかっていうとまあ技術で伸ばしていくっていう感じなんです。なのでちょっとやっぱり練習が必要だったりとか、髪の毛の水分のバランスだったりとか、まあいろいろあるんですけれども、納豆巻きで、こっちは納豆巻きを踏み潰した感じ。じゃあどういう風になるのか、ですね、伸びてきた時に不自然になるんですね。これはどういうことかというと、薬が強いので伸ばした場合です。薬が強い、パーマ液で伸ばすと時間もかかんないんですね。アイロン時間とか簡単にできちゃうんですよ。ここから細くなっちゃうんですね、かけたところから。宿毛矯正をかけたところから極端にここがぺちゃんこになってるんで、ここが不自然なんです、このつなぎ目のところが。で、そういう宿毛矯正をかけてたりすると、どういうことになるかっていうと、根元からこうなりますよね。そこからいきなりバツってこうまっすぐになるんですよ。ここの癖がこう根元からあったとしたら、ここからバツってまっすぐになります。丸い髪の毛から細くなりますから、ここから折れた感じになるんですね、極端なこと言うと。そうするとすごい不自然な宿毛矯正になって、で、一回潰してしまうと膨らますことってすごく難しいんですね。円の状態でかけていく宿毛矯正がベストなんですよ。ただこれがですね、ホットペッパーを見てもわからない、どうやって調べたらいいのかっていうのがわからない。ホットペッパーで歌っていることじゃちょっとわからないんですよね。なんでそこのお店のブログをチェックしたりとか仕上がりをチェックした方がいいと思うんですけど、まあ、ひどいとこだとですね、気をつけた方がいいのが、メンズの宿毛矯正で一発塗り、どういうことかっていうと、一発塗りっていうのはどういうことかっていうとですね、髪の毛あったとしたら、ここからここまでを1回で塗っちゃう。わかりますか？髪の毛がこうメンズの宿毛矯正があったら1回で塗ってしまう強い薬を。そうするとどういうことになるかっていうと、ここは5ヶ月ぐらい経ってる毛、ここは生えてきたところの毛ですよね。ということは、まあメンズの方でカラーとかしてなければまあいいんですけども、5ヶ月ぐらいここはね、生活してるわけですよ。ですからここはすごい傷みやすいんですよね、髪の毛が。で、ここの髪が傷みやすいのにもかかわらず薬を一発でつけちゃう。これよく覚えててください。薬を一発でつけちゃうと危ないよってことです。そうするとどうなるかっていうと、ここの部分がチリチリしてきます。イコールチリチリするってことはどういうことかっていうと、仕上がった時にすごいまっすぐにこういう風になっちゃうんですね。こういう楕円にしない円の状態でかける宿毛矯正だとなりづらいんですけれども、それでも一発でドンって一撃を
矯正かけるときに最初にクリーム状の一液塗りますよね。あれを毛先までいっぺんにバーンって塗ってしまうところ、時間効率を考えているサロンとかって結構危険で、毛先が傷みやすいです。チリチリになりやすいです。じゃあそのチリチリになった髪の毛どうなるか、治りません。ずっとその状態です。じゃあ伸びてきてかけたとしても、ここのチリチリはそのままですから、どん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 変な感じになっていっちゃうんですね。で、気をつけた方がいいのが、こういう風にやって伸びてきたところの毛がありますよね。で、そこも伸びてきたところを髪の毛があったとしたら、メンズの縮毛矯正でここが新しく伸びた新生毛って言われてるものです。で、3ヶ月前に矯正やってここをやりたいと言った場合に、美容師さん側がここをきっちり塗れること、塗るっていうのは難しいんですよね。0コンマ何ミリできっちり塗るっていうのは難しいわけですよ。ですからどうしてもちょっとオーバーラップって言って少し多めに塗ります。ということはここは1回当たってますよね、縮毛矯正が。ここは2回当たることになるんですよ。ここは1回ですよ。これがどん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 やっていくと3回4回ってなっていくんですね。それがどんどん伸びていくんですよ。そうするとどんどんやればやるほど縮毛矯正が不自然になっていくんですね。わかりますかね。どん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 不自然になっていく。そして毛先がパサついてくる。熱炭化って言われてて、アイロンかけたりとかして熱でこうまっすぐにするんですけれども、そうするとパン、食パンで言うとですね、食パンがトースターに入れてですよ、結構長い時間置いておくと焦げちゃうじゃないですか。で、焦げたパンって治んないんですよね。焦げたパンって治んないですよね。そういう状態に極端な話になっちゃうんですよ。じゃあ焦げたパンどうするか、もう切るしかないんです。バツって伸ばしたいけど切るしかない。メンズの方でちょっと長くしたいけど、場合によってはひどい場合は切れてきてしまったりとかします。だから1回で塗っていく縮毛矯正をやっている美容室で、はちょっと気をつけた方がいいのかなっていうふうに僕は思ってます。まあ薬剤にこだわってね、いろいろやってるところもあると思うんで一概には言えませんが、あまり知識がないところで、縮毛矯正って技術の差が非常に大きいです。メンズの縮毛矯正はもう距離が短いですから、そこをうまくかけるのって非常に難しいですよね。なんで、美容学校卒業したからみんなできるか、美容学校、美容室で1年働いてたかできるか、2年働いてかできるかっていう問題ではなくて、どこまで勉強しているかっていう部分なんですね。で、そこでこういろんな薬剤の使い分けだったりとか、そういうふうに細かくやっていかないとですね、高額の、ひどい時には高額の縮毛矯正かけてやり直しに来る人もいるんですけれども、まあ縮毛矯正で2万円ぐらいもらっててもこういう場合があるんですね。縮毛矯正の金額の想定って勉強してるから高いっていう部分もありますし、そうじゃなくてその地域性で高くしてる部分もあると思うんですよ。なので金額が高いから一概にいいっていうわけでもないですし、まあ、安いっていうところはやっぱり数をこなしますから、やはり細かいところまでできない、大型店とかは。まあ僕も大型店で働いてたことはあるんですけど、やっぱりこの数をこなさないとダメなので、そういう時にやっぱりこういう風に、1回で塗ってしまったりとかですね、まあそういうことがあるわけですね。そこでやっぱ毛先が不自然になってしまったりとかっていう部分があります。で、矯正の正解っていうのはなるべくこの円の状態でかけてあげるとどうなるかっていうと、癖が出てきた時もつながりやすいんですね。要は癖が円の状態ですから、新生毛自体が新しく入ってきたところ円の状態ですよね。まあ多少ちょっとその癖によって大変になったりしてるんですけど、そこから自然につながっていった方が伸びていった時が自然です。潰してしまうと、かなり不自然になってしまいますので、そこが一番の問題なのかなと思ってるんで、まあ皆さん縮毛矯正をかけに行く時は非常に気をつけていただきたいなと思います。僕の美容師さんはどうやって塗ってるんだろう、薬を分けて塗ってるのかなとか、考えて薬剤設定しているのかなって、まあドキドキしちゃうと思うんですけど、ちょっと確かめてみてください。薬を塗られている時に一発でボンって塗って毛先がチリってなってしまったら、ああやられ、それがやっぱりこの原因だったりとかするんですね。そしてですね、髪の毛って潰してしまうと、はい、アイロンでこう入れますよね、横で入れますから、どうなるかっていうと、はい、潰してしまうと髪の毛をアイロンをこういう風に入れますから、
はい、この髪の毛があったとしたら潰します。そうすると、どういうことになるかっていうと、この髪の毛自体がですね、ちょっとこれ分かりづらいかな、ちょっとね、髪の毛がこうあった場合ですよ、潰してアイロンでこうちょっとプレスしますから、薬剤一撃が強くて、一発でボーンって塗ってしまって傷んじゃった場合どういう風になるかっていうと、髪の毛が潰れます。こういう風にこっちに潰れます。ということは横の動きが出づらいんですね。この動きは出るんですよ。だから外跳ねになっちゃったりとか、なんか外跳ねでパサついてきちゃったりとかですね、まあひどい場合はこの中間でまだ伸びてない毛までもパサついちゃうんです。だからこの表面からパサ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 ってこの硬くなった毛が出るんですよ。宿毛矯正失敗してしまうと。そこまで考えてかけてないと不自然なんです。なんで、まあ、一番理想はこういう動きもちゃんと宿毛矯正でなるように円の状態で宿毛矯正をかけていかないとダメなんですけど、まあ大体多いのがやっぱこういうふうにぺちゃんこにしてしまう。こういう縦のこういう動きは出るんですけど横の動きが出ない。だから硬く見える、パネルに見えるってことなんですね。このウィッグで見た場合どういうことかというと、このウィッグでですね、もし矯正をかけた場合こうなりますよね。そうするとカッパみたくなるってどういうことかっていうとですね、宿毛矯正のカッパっていうのはこう動かなくなるんです、潰れてるから。なのでパネルでパサーってこうまっすぐになって表面からパサパサパサって傷んだ毛が出てしまう。これが、カッパの状態っていうことなんですね。なので髪の毛はこういう風に動くように作っていかないとダメなわけですね。こうすることによって自然ですよね、一般の矯正かけてない毛を。なので僕ら美容師のゴール地点っていうのはなるべく自然な矯正をかけていきたいっていうところなんですよ。ただやっぱり数をこなしてしまったり勉強をね勉強っていうのは宿毛矯正の勉強とかってサロンに入ってスタイリストになっちゃうと、まあ、その人独自の、部分になりますから、まあ、サロンで勉強会やったりもする場合もあるんですけど、今やっぱりね働き方革命とかでいろいろ残らないわけですよ、はい、なのであまり研究もしてないところが結構多くて、美容師さんのスキルもそこで止まってたりするわけですね。なので勉強してる人は別なんですけど、そのままで止まってる人っていうのはもうこれが正解だと思ってやってるから、もうこういうふうにバシッとなってしまう。そして不自然になると、カッパヘアになる。そしたら結果お客さんは自分で色入れないとダメになっちゃうんですね。内巻きにしたりとか、その一作業がありますよね。ただこのぺったんこになった髪の毛をアイロン入れてもやっぱり綺麗に仕上がらないです。なんか硬い感じになっちゃいます、簡単に言うと。うん、パーマ液、髪質が硬い感じ、パサーって硬くなるっていうことはどういうことかっていうと、パーマ液が多分強いです。そのパーマ液は合ってないです、髪質に。なので硬くなります。柔らかくかけていくのってすごい難しいです。技術が必要になります。アイロンでしっかり技術で伸ばしていくっていう感じ。薬が弱い分アイロンの技術が必要になるわけですね。これってちょっと手を抜いてしまうと癖が残ってしまったりとかしてしまうんですね。なので技術で伸ばすアイロンっていうのは非常に難しい、そういうことになります。なんで、まあ大型サロンとかで、まあ安排をやるとすれば、やっぱり薬で伸ばしてアシスタントでもできるような簡単なベースを作ったアイロンを入れさせると、そういう方が失敗はないわけですよ。まっすぐ、とりあえずまっすぐになりますからね。その回伸びた時に不自然、折れるってことです。ここからポッキリ丸からストレートになりますから、円の納豆巻きをプシュッて潰した納豆巻きになりますから。で、円を潰すってどういうことかね、追加を言うとですね、円を潰すとどういうことになるかっていうと、潰すと割れやすくなるんです、髪の毛ってキューティクルとかが。そうするとイコール痛みにつながります。どん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 パサついていきます。で、伸びたとこ3ヶ月おきにどんどん矯正を繰り返していくと、どんどんそのパサつきがオーバーラップしていくと、伸びてきた頃にはもう切るしかなくなってしまう。ブログをチェックしたりとかですね、そこの美容師さんの研究してやってるのかっていうのを見定める必要があります。で、まあ結構今ね、おしゃれなサロンで見せ方マネージメントしっかりしてるんですが、技術はそうでもないと、かなり多いですよね。実際のところはデザインは作れるけど技術がいまいちっていうことが非常に多いですね。で、やっぱり見せ方で、やっぱ今時代的にはお客さんが行ったりとかするので、デザインの見せ方だったりとか、まあデザインっていうのはね、アイロンで作ったりとか
スタイリングの問題ですから、その技術がうまいかっていうのはその部分とまたちょっと違うわけですね。まあセンスの問題ですから、そこはセンスが良くても薬剤知識、それから技術っていうのが伴ってなければ、デザイン力があったとしても綺麗なデザインが作れないんです。だからその技術プラスそういう薬品の知識がちょっと必要なんですね。皆さんが失敗しないために、そこを見極めていただけたらいいかなと思います。一発でボーンって塗ってしまうところはちょっと気をつけた方がいいんだぞっていうところですね。はい、今日はその辺のメンズの宿毛矯正をちょっとぶった切ってみました。これからも美容師をぶった切る、そんな動画を一般の人向けに配信していきたいと思うので、皆さんチャンネル登録していただければ僕のモチベーションも上がって、どんどん、言っちゃいけないようなことまでちょっと言ってしまうかもしれないんで、皆さんそのモチベーションのためにもチャンネル登録していただければありがたいなと思います。面白い動画は面白い動画を見てもらえばいいと思うんですけど、僕自身は本当にためになる動画、必要となる情報、そこを一番に発信していきたいなと思うので、そこをストレートに正直に、伝えていきたいと思うんで、もし共感してくれる方、応援してくれる方がいたらチャンネル登録ぜひお願いして、今後もですね、知識をちょっとつけていただいた方が、実際やられるのは自分ですし、その紙と生活するのは自分ですから、そのためにも美容師さん、一般の方も知識をつける必要が僕はあるんではないかなというふうに思っておりますので、その辺よろしくお願いいたします。今日の動画は以上で終わりたいと思います。バイバーイ。